皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回は龍が如く極め2、今更な感じはあるんですけど、あのマジマ編なんですね。これやってなかったのでやろうかなと思います。そういうところで難易度はまあ普通でいいでしょう。というかなんかね、やる時間的になんか後回しになってしまったということで、まあ、ちょっと今訳ありなんでね、ちょっとこれやっていこうかなと思います。五代目、わしらな、汚ねえしのぎなんぞする気ないんですわ。登場会には登場会なりの掟ってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みてえなやり方には正直ついていけねえ。そうだ、登場会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃい。ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、綺麗事抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何やぞ、シートばかり五代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで三次団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。新参か新参でないかはもう重要じゃないんですよ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する実力主義に基づいた血の入れ替え施策、それが五代目が進めてこられている登場会改革です。結果を残せる人間なら新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やと、てめえこの野郎。おいて言ってみろ。お静かに願いたい。よろしいですかな。ではこれより緊急幹部会を始めましょう。五代目、今日はどういう案件です。また例の登場会改革ですか。そう、その続きの話です。現在空席になっている若頭を決めたいと思うとります。若頭、どうやって決めるんで。どうするんだ、誰がなるんだ。若頭は登場会で実質的に私に続く力を持つポジション、誰にするかで今後の組の命運が決まると思うております。ですが戸様出身の私にはその判断は非常に難しい。そこで私の進めている登場会改革のルールに沿う形で適任者を選ぶことに決めました。ルール、ルール、ルール、どうやって決めんだ。登場会改革は結果を残せる人材を積極登用する施策、結果とは稼ぎですから、本部への上納金を最も多く納めている組、そこの組長を登場会の次期若頭に任命します。
それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。飯淵。はい。それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから東条会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ。まあ柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と植松さんの植松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね、この結果に基づくと1位は植松組、つまり次期若頭は植松さんということになりますかな。ふざけんな。お前らが稼ぎがいいのは汚い品木に手染めとるからやないか。東条会にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は植松組の植松さんということで。うん。あんたの席じゃねえだろ。黙って見とけ。で、なんじゃありゃ。どうやってあんな金。どうしたんだ、こんな大金。俺、草野球がしたくてな。金貸した時の担保にカムロ町近くの空き地をちーっとばかり手に入れとったんや。そしたらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいから土地を譲れ言うてきての。適当にふっかけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。ま、俺がチートばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや、人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、
あんまり登場会舐めとると飼い犬に手噛まれるで。五代目どうします？一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。なんや、座り心地あんまり変わらんな。よし、なんか5代目いきなり言うこと変えすぎでしょう。安倍かよ、本当に。ってことで、ね、上納金が一番。と思ったら、ね、真島が持ってきたら、やっぱやめるみたいなね。あ、とりあえず、ね、ちょっと久しぶりすぎるんで、ちょっとね、どんな感じだったかな。ちょっとお金なさすぎ。とりあえず、カムロ町に向かうということね。マップは、うん、こんな感じ。よし。ダッシュボタンが×ね。思い出しながらやっていこう。まあリメイクだからね、まあ、当然木ですよ。おい、あ、やっぱあの竜也如くシリーズ初めてやったのが6なので、なんかフルボイスじゃないのがすごい違和感しかないんですよね、後からやるのが。まあとりあえずこれ何も意味ないと思うんで、とりあえず直行しましょう。あ、行き過ぎた。ちゃうんでしょうね、登場会は。あ、いや、その登場会改革とか言ってましたけど、何でもかんでも金で判断するっつうのはどうなんすかね。上松さんとか飯渕さんとか信頼できると思います？新入りのお前が心配するようなことちゃうやろ。そうっすよね、すいません。ま、東上会の五代目は寺だよ。あいつが黒といえば黒、白といえば白、それが俺たちの生きとる極道っちゅう社会や。あいつが信頼しとるんやったらそれでええやろ。ま、俺はどっちもうさんくさくて正直好かんがの。俺もそう思います。だから登場会の若頭には親父になってほしいっす。俺は若頭になる気なんてさらさらないで。え、そうなんですか？当たり前や。寺田みたいなうさんくさい男と俺がうまくやれるはずないやろうが。寺田は側近の植松を若頭にしたんやろ。登場会改革も結局は自分に都合のいいやつを幹部に揃えるための口実や。出来レースってことですか？ま、そういうこっちゃ。最近は回りくどいことする極道ばかり。俺みたいな極道はもう古いのかもしれんの。親父はまだまだ若いっすよ。お前に言われとないわ。無駄口叩いとるんでさっさと車飛ばさんけ。あ、はい。さて戻るかのと。まあ寺田もなんかあれだよね。お、なんか来た。まあいいや、記念品。突然のご連絡失礼いたしやす。でコンビニから10万円受け取れるよと、そういうことかな。キリに送る記念品代の援助に協力すると、あ、違う、振り込むのか。
ってやるとストーリーで小包を受け取れると。そう、なんか寺田ってもうなんか都合のいいやつを自分のそばに置いておきたいって、もうまさに安倍としか言いようがないよな。ということで、じゃあ事務所行くか。ただちょっとね、これ真面目ね、一切やってないので、なんか行けるところも少ないな。まあ、とりあえず事務所行きますか。じゃあゲームは遊びたいけど。ん？何やお前ら。ひょっとして上松組のもんか。手回しが早いやないか。ええで、かかってこいや。謎の刺客フラップ。武器の耐久度とかないのかな。あ、行って吹っ飛びすぎだろお前。あ、ちょいて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 、待って、マシマの戦闘したらよくわかんないんだけど。あ、極めてきたな。ちょっと次回強くしてこれたらいいなと思いますね、次回までにね。お前らどこのもんや。そんなことよりあんた、自分の首の心配をした方がいいぜ。首の心配？どういうことや。事務所に急ぐで。もうどういても捕まるやろこれ。あ、ちょ、待って、事務所どこだっけ。腕試しはいいや。事務所は、ちょ待って、なんか敵いっぱいおるな。ちょ待って、今どこだ、自分どこだ、これか。ミレニアムタワーの裏側まで行かなきゃいけないのか。遠いな。しかも敵もおるやんけ。また通る。あ、ちょ敵は勘弁してくれ。ちょ、いっぱいおるやんけ。ちょ待って、まあ、しょうがない、戦うか。自転車もあるしな、バイクもあるし。見てませんよ。せっ、あれ、ダメか。今頃ん、ここで死ぬんだしな。その言葉そっくりそのまま返してあげよう。ちょ待って。金ゲッツ。あ、ちょ、ゲッツ。あ、ちょ、こっち行けないんか。なんか丸ボタンもあるからね。マジマジでこれ武器が標準装備なんだな。行って。多分キルみたいな、そんななんか超カスタムはないと思うんだけど。武器も拾えないもんね。とりあえずボスを倒せば終わりやろ。アウチ、1万円ゲット。ほら、ガードってどうなの。ガードじゃねえやそれ。もう無防備すぎる。とりあえずこの東だけ倒せば OK。 なんかちょっとクエストっぽくなってるんで、やんなきゃダメなところもあるのかもしれないですね。なぜかここに3万円。ちょっと待ってよ、これマジマの多分強くするとかないのかな。これこの感じは胃袋のみだね。でこれ何、サブミッション的なのあんのかな。これどう見ても装飾系の顔やんけこれ。ヘビだぞ。ヘビ柄だぜ。なんかその食遊楽がさ、なんか
なんかあれみたいな響きやん。あうちゃう。さよなら本田。うっ、極みはちょっとあまり使いすぎないようにね。ちょっと温存していこう。つまらんやつれ。回復とかどうすんだろう。でもなんかマジも変って3章ぐらいまでだった気がするので、なんか自転車とか持てるかなと思ったけど、それもなんかなさそうな感じよね。なんかいっぱいいるぜ。なんか大惨事やけど、ここビルはまだ立ってないんだね。まあ、わざわざ名乗らなくたっていいのにね。ちゅうことでじゃあ上松組へ行きましょうか。千両通りの東にあったはずや。そっちに急がなあかんな。強敵出現、これか。強敵なんかマークついてますよ。どうやら新たな強者たちが現れたようだ。まあ一回はないけどね。待てよ、植松事務所は、もう一方通行やね、これ。一方通行ってわけじゃないか。ずっとしたタクシーも使えないし、結構めんどくさい系じゃないのこれ。まあいいや。じゃあ植松組へ行きましょう。そうそうね。で、まあ、竜如くセブンの話もちょっとたまにするかもね。あれやってと思ったんだけど、やっぱコマンド式はね、結構辛いですね。 MP があるっていうのがそもそもなんかあんまり好きじゃなくて、まあ回復もできるけどね。ただちょっと製品版でちょっとやっぱバカ系の 技とかあるじゃないですか。あの辺がちょっと楽しみではあるけどね。あれ、ちょっと待って。あ、全然ちゃうやんけ。ただまあ体験版だからね、あんまりできなかったけど。ちょっと疲れるんかい。おいおい、まあボスとかはまあちょっと攻略の視界があるのかなって思ったりねするんだけど。ここか、上松組。ってことで、じゃあまあ今回はこれにして、また次回やっていこうと思います。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回のエリアごとく極み2の真島編でお会いしましょう。今回はこの辺で。